迎えた7月10日参院選投開票日、結果を待つ青山氏の選挙事務所にはだるまやお祝い花の用意はなく、あるのは日本国旗と神棚のみ。夜8時投票終了時刻を迎えた瞬間、各テレビ局は青山繁晴氏の当確を速報。最終的におよそ48万票を獲得し当選しました。当選後、当初から宣言していた通り万歳三唱はなく、メディア取材者も困惑。お祝いの電報とかも受け取りませんので、ちょっとまだスタッフの人に、スタッフのみんなに詳しいことは聞いてないけれども、この静かな雰囲気からすると多分それないんだろうなと。なんか確かにこれ雰囲気的に言うと落選会見みたいな感じですよね。確かに。ちょっと静かすぎましたよね。っていうか今までの選挙はあんまりおかしいでしょ。バラーって言って、いや、初戦僕もなんかもそうですけど、やっぱ刷り込みがねどうしてもありますから、まあ、衆議院も参議院もね、子供の頃からおかしいと思ってたんだけど、あの万歳三唱、国民のため国益のために万歳三唱してると思ったりしてる。自分のためでしょ、それからスタッフのためでしょ。だから選挙戦って言い方になるし、だから足の引っ張り合いになるし、だから金もかけるし、そこから出てきた政治家、しかも必ず裏に組織団体がついてて、特に比例代表はその組織団体票で当選していくんですよね、何順番票っていうのが。じゃあ当選してからもその組織団体の言ってることから絶対出られない、同じところぐる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 回ってるだけ、アベノミクスもきっかけに過ぎない、先に行かなきゃいけないのに、利権を打ち破るような政治ができるはずがないじゃないですか。だからそれ考えたら、他の候補者や他の議員の方にもちろん干渉はしません、ご自分で考えてお決めになればいいんで、しかし僕たちの考え方としては、これ僕だけが優雅独尊で孤立していってたんじゃなくて、まあ僕らって本当にわずかなスタッフ人数ボランティアですけど、さっきの清水真美もこれ誤解なきように言っておきますけど、僕が出馬するとなった瞬間に有給休暇を取って会社休ん で完全に無給でやってるわけですから、それ逆にもしも会社が給料払ったりすると、その対価としてこれは公選法違反ですからね、運動員の買収ですから。で僕らは今回公職選挙法をものすごく厳密に何度も何度も勉強会やって、弁護士さんと選挙に詳しい人の意見を聞いて決めたのは、そのスレスレをやってるわけです、みんな、申し訳ないけど、それはやめて法の精神にのっとって、むしろ厳密に拡大的に解釈して、とにかくも一番公正な選挙をやるための法律だというふうに解釈して、だからものすごくこう怒られましたよ、選挙事務所で水いっぱい飲めないし、だから事務所もほとんど掲示してないし、で特に当選決まった時っていうのは、普通に考えたら、例えば僕1期6年ですから余計みんなの仕事と同じように納期があって、たった6年で答え出さなきゃいけない、他の政治家はこの後も選挙だから納期ない、普通の仕事に納期締め切りがあって、生徒学生にも全部締め切りがあって、なんで政治家だけ締め切りないの、こんなお楽な話ないでしょ。そして金も使っていってもったいないってこともあって世襲になって、そうやって政治家が美味しい食用になるから、政治家がおかしくなっていくんだから、もう一回言います、ご自分で考えになることだから干渉はしないけど、その代わり体を張って問題提起を誰かやんなきゃいけない、そしたら自分としてはそれで選挙出るんだから、万歳三唱しない、だるまに目入れるっての一番おかしいと思う、だるまに目入れるっての、例えば拉致会社が帰ってきた時であったり、メタンハイドレートがようやく実用化されたり、農業が輸出産業に大転換して農家の誇りを取り戻す、それがだるまに目を入れることであって、なんで自分が当選しただけで両目が開くんですか、だるまさんが怒りますよ本当に、それから後ろに祈る必勝って安倍晋三って書いてあって、でも祝い当選って書いてあって、そしたらもうその党のためにやってるっていうのはこうもうバレバレで、もう一回言いますよ、他の議員はどうぞご自分の信じるところなさってください、
いろいろすでに苦情が来てるけど、はいはい、いや僕たちはあるいは僕はこのトラハチと小学校の時に友達を作った Z ランと別に何も変わるとこはない、はい、変わる理由がないですから、国会行っても同じですよ、はい、ね、でしかしメディアの人はちょっと気の毒でね、はい、一応票数多いこともあったのかな、たくさんおいでになってて、それでどうぞ質問してくださいって言ってもシーンとして質問出ないんですよ。なんか雰囲気がどうもあんまりも違うから、何答え何質問していいか分かんないから、あの今のその票数のことで一言だけ差し挟ませていただいてよろしいですか。いくらでも。火曜にご出演された政治評論家の加藤清隆さんがおっしゃってたんですけど、あの青山さんのその得票がもう驚異的だと、しかもその、まあ、多党であったり、まあ、その他の、まあ、自民党内でも他の候補と比べても全く彼には組織というものがついてないはずだと。ゼロです。組織力という意味ではゼロのはずで、ここまでの得票というのは共担以外の何もでもないということはおっしゃってましたね。これは、はい、まあ、実はあの僕はさっきも言ったんですけどね、48万1890票が大きい重いっていうふうには、これ本音としてほとんど思ってなくて、僕の人生の最大の変化は、はい、とにかくあの選挙カーの上からだけでもそうだけど、必ず下に降りて、そうサイン会になっちゃうわけ。ね、しかも、あの一人で10回来る人とか、でサイン普段と変えないようにしてるから、すっごい時間かかって、スタッフはやきもき、もう最初から時間ない、だいたい出馬が遅すぎるし、そして組織もないから、一人で丸だけだから行く場所も少ない、なのにサインしてるから、もう社長やめてください、社長じゃない候補ね、候補やめてください、清水も候補やめてください、やめてください、サイン会やめてください、やめてくださいって最後まで言って、あれだけ協力してもらったのに僕は清水の言うことも聞かずに、こうサインしてでしょ。それからね、あの握手ね、はい、これまた自民党の選挙のプロからね、白手袋してくださいと、僕あれがそもそも嫌だったから、なんで白手袋するんですかって言ったら、腫れると、手が腫れる、思わずこの、まあ、自民党に言われる人は犠牲者みたいなんだけど、それ握手の意味分かってないでしょって。握手っていうのは、はい、こうやって手のぬくもり感じて、はい、あ、お互いこうやって人間なんだと思って、はい、一瞬でも目を交わして、ね、あ、この人はこういう願いなのかなと、通じるのが握手であって、こっちが白手袋してる話になんない、手が腫れるのが嫌だったら選挙に出るなよと、何百人もいらないんで大体本当は、ね、命もいらぬ、金もいらぬ、名もいらぬ、位もいらぬ、その人だけは選挙に出るんで、それ何百人もいますか、ね、それはいないよ、それは一定数人なんだよ、それ数十人であればいいんだよ本当は。だからこうやってあの、はい、握手をしていくじゃないですか、はい、ね、これはまた時間かかるわけ、はいはい、ね、ちなみに手なんか全然腫れないよ、腫れるのは嫌なやつは元に出るそれで話を元に戻すと、僕の人生を変えてくれたのはそれで、サインは確かに無駄だったですよ、ね、一票増えてくないけど、増えないんだから、一人で10冊の方もいらっしゃるから、ところがですね、こうみんなの人生迫るんですよ、背が高い人、でかい人、ね、すごく小柄な人からこんな人までいっぱいいて、老若男女 ね、そう老若男女で、お金持ちかなっていう人から、もう本当に苦労して這うようにやってきた杖や車椅子の方とかね、その人の人生がそのまま僕に乗り移るようなね、こう伝わるんですよ。だからね、48万1890人それぞれなんです、塊じゃない、50万近いからじゃなくて、くどいですけど、48万1890人の人生と触れ合った18日間で、選挙に出てないとこんなことは絶対体験できない、選挙を嫌というほど取材したのに、そうですね、取材では分かってなかったんだということを、天と清水と、ね、青山千春と青山大輝と、そして48万1890人、その中には近畿大学の僕の教え子が、例えば女子で東京で働いてるやつ、今全日空で苦労して働いてるやつが名古屋まで来て、そうでしたか、そして清水と知り合いだから2人でも抱き合って喜んでて、近畿大学の学生もいっぱい来てくれましたよ。ところが僕らにとって一番やっぱり苦しかったのは、僕のことを知ってても、僕は選挙に出てることは知らない人がほとんど、ああさっき商店街歩いてたでしょ、例えば大阪の商店街で歩いたらですね、
あのアンカーの駅で大阪知ってる人多い、はいはいはい、いつも怒ってはるいつも怒ってる人やおばちゃんですね、今日何のイベントとか聞かれるじゃないですか、本当にこう聞かれるんですよ、ね、今日何の番組とか、はいはい、いや番組じゃないそのまま関西弁に言います、何のイベントって言われるから、これ選挙なんですって言ったら、誰の応援してはんのって言うから、いやあの僕は出たんですよってそうしたら、何の選挙って言うから、いやあの参議院のって、あ都知事やろって言うから、いやいやここ大阪じゃないですかって、で都知事選まだ始まってませんよって、あそうやな、何の選挙って言うから、いや参議院です、参議院ってポッツさん見てへんでって、大阪地方大阪県選挙区の、ね、で比例代表ってポスターがないんですよ、はいはい、それで、嘘やろってわけですよ、でいやあの あのおばちゃんね、はい、比例代表ってなって、それ何やって言われたら、はいはいはい、2枚目に白い紙があって、で自民党ってあの帰ってもいい個人名でもいいっていう、このわけのわかんない制度説明したりすると、もう分からへん、分からへんからやめとこうとか言われちなみにですね、おばちゃんらしいですね、選挙の前日夜8時で一応外の選挙演説とか終わって、清水移動するためにちょこっとだけ寿司屋に入って、で大阪で僕の馴染みの寿司屋で板さん3人ぐらい全員僕の知り合いなんですよ、でいきなり言われたのは、なんか忙しそうですねって言うから、あのまさかと思うけど今日最終日だけど僕は選挙に出てることを知らないってことないよねって、あーって笑って、またまたとか言うから、だから本当に出てんのって言ったら、え何の選挙、馴染みの板さんでもそんな感じ、これも何の選挙で、翌日選挙の当日、皆さんが投票してる間だけちょっと時間あるから、散髪に行ったんですよ、はいはいはい、ね、鼻毛も伸びてるしそしたらその散髪さんが、なんか青山さん日に焼けてますよね声もちょっと枯れてますねとか、そう声も変ですよね、もっと広がってどうしたんですかってほら、いや選挙出てんだけど、またえまさか、何の選挙、今日投票日だよって言ったら、そうですか、あじゃあ店終わったら行こうかな結局多分行ってないみたいですけど、そうです今ね、それはいろいろお忙しいこともね、それは実は全国津々浦々僕が選挙に出てることを未だに知らない、あるいは当選したことも知らない人が、特に当選してから知った人の方が多い、テレビって多少あったから、ね、ほとんど無視されてるけど、これからもテレビは僕は無視すると思うけど、しかしあのいかに出てることを知ってもらうかっていうのは、ついにできなかったですよね、あのネットのおかげで、ネットを使う人には広まったけど一般的には広まってなくて、だから票数も実は僕は冷静に見ると決して多いと思ってないですよ、そうですか、あの知られてない割にはあの少し集まったかなと、でももう一回言いますが、一人一人のお顔が僕に刻まれてます。ここでですね、あの視聴者の方から青山さん宛にメールをいただいてますので、ちょっと読ませていただきますね。いくらでも、青山重春様、同番組にて、この番組ですね、ありがとうございます、勉強させていただいてます、ありがとうございます。青山先生におかれましては大変な重責を両肩に、担われました。日本国民一人一人が声を出して重みを分担しなければいけませんね。7月7日名古屋の栄ラシックでよろしいですかね、名古屋の栄ラシック前の街頭演説をどうしても聞きたくて家内を誘って出かけました。青山さんのことを何も知らない家内は首に熱中症対策グッズをしているんだと思っていたようです。そんな家内も真剣な目で聞き入っていました。演説を拝聴して目頭が潤んできました。青山さんの問いかけにまずは自分自身で考えなければいけませんね。拉致被害者救出は憲法、国境問題、歴史などの重要な問題も含まれているのですね。青山さんが投げた石を重く受け止めています。これからのご活躍をお祈り申し上げます。お体を大切になさってくださいと、静岡在住の方からメールをいただきました、はい、ありがとうございました。これね、はい、あの選挙中はここにこれ下にコルセットを巻いて、で上にこれをかぶせていたんですよ、はい、でこれ自体が、あの去年の秋富士スピードウェイで首を止めた時から使ってるんですけど、最初はこれ温めるもんだから、最初はこれ逆なんですよね、はい、でもコルセットですね、こんなになってる姿、あんまり見てないからこうしてただけなんですけど、言われたんですけど、青山さん顔が変わりましたって言われたんですよ、コルセットこうなってるんですか、青山さんもさすがに年取ったのか顔が変わりましたって言われて、いやこれはコルセットなんですけどと言いたかったけど、もうやめた、でこの状態でいっぱい写真撮られたんです、一緒に写真撮りましょうって、そのあのみっともない写真がこれから永遠に残るんです。いやいやいや、はい、もう一件ございます、青山さんが見事当選したのと同時に、これからは私たちの出番でもあります、官邸、自民党、
各省庁等に自分自身で考えメールを出したり地元選出の議員に質問して考えて勉強していかなければ前進できません。皆さん頑張りましょうと言いたいですと。海外在住の方からもメールが届いてますね。これね、ちょっとあの私たちの出番でもあるとおっしゃっていただくのは一番嬉しくて、実はですね、よくご覧いただいてますね、本当 ね、例えば、無限の期待をしてますとかね、いただくんですよ、僕有限です、それは多少懸念してて一期6年はね、それで、明言されていらっしゃいますから、僕のように命もいらぬ、金もいらぬ、何もいらぬ、位もいらぬって候補者がこれから出てきてくださるのを僕は期待してて、もしも3年後また参院選挙ですね、出てこられたら支援しますが、今までいただいたメール書き込みを読むと、ちょっとそこは心配で、命もいらない、金もいらない、名もいらない、地位もいらない、本当にその意味がお分かりなのかなと、あのちょっといい格好したいからやりたいっていう感じのメールも来たり、それから正直言うと手を挙げられたらどなたでもいいんじゃなくて、重大な責任がありますから、本当に命いらないっていうのはどういう意味か分かってますよ ね。で金もない、名もない、地位もないっていうのはどういう状態かっていうの、本当にお別れですかということを僕3年後聞かざるを得ない、だから、あのまず無限の期待っておっしゃる気持ちはよく伝わりますけど、有限のことしかできないのと、それからあの3年後に考えている方はその3年の間に人生を本当お考えになってください、1回しかないですよ、生半可なことではできません、もう申し上げるまでもないことですけど、当選は決してゴールではない、なくこれからが本当のね、で、あの、本職を持ってる人がやるべきだと考えてるから、その本職について言うと、ここを見て分かるように自分の人生は壊れます、もう壊れましたから僕は、で本当に真夜中に小説書きますから、僕実はですね、まだ議員じゃないです、でももう拉致事件やメタンハイドレートの実装化については動き始めてます、動き始めてるから、テストケースとして、昨夜も夜中に小説を2行ほど書こうとしたんだけど、こんなになるから、あのそれこれトラーチ大会で皆さんご覧になるだろうから、あの睡眠薬を飲んでみたんですよ、でこの週刊文春の名誉毀損事件、その選挙妨害をですね、本当にめちゃくちゃまだ腹が立ってて、今日トラーチで絶対やばい本音言うと思ったんですけど、本当はね東京地検特捜部なんかに任したくないわけ、僕が切り込んでいき、昔たけしさんが講談社に切り込んでいかれたけど私の所属事務所の一平ちゃんよく知ってる、一番上にいらっしゃる方ですか、ね、あれはあのたけしさんは友情にあふれる人だからたけし軍団で行かれた、で僕は一人で切り込みます、本心は、昨日あの清水と昼の打ち合わせしてる時に、あのちょろっとそれ言ったら清井町に行っていや本気ですよ、この番組終わったら僕一人で、まあいや綾山さん、あのしちゃダメなの、まあ、あのお気持ちはお察ししますけど、まあ、あのこれはね、まあ、他に大事なお仕事がありますから、男の名誉が汚された時にはあの名もいらぬって話とは違う話なんですよ、ええ格好しないって意味であって名もいらぬっていうのは、名誉が毀損されて東京地検特捜部にお願いする、僕が当然切り込むんですよ、今僕殴り込むって言ってね、もっと口が出てるで、清水は、昨日お昼の打ち合わせでどういう反応したかというと、アハハの大笑いで、大笑いで、で、社長、ちゃんと理解して、もう社長戻りましたから、社長理解してますが、が、48万人の委託がありますから、ちゃんと司法手続きでやりましょうね。ちなみに、独立総合研究所は法律に基づいて兼業できるんですが、退任します、社長は。そうですか。その代わり、独立総合研究所の仕事、会員制レポート、独立講演会、テロ対策などの調査研究、メタンハイドレートの調査研究は、個人の僕に特権から委託する形で継続されて仕事は続きます、
収入はどんと減ると思いますけど、社長報酬に比べると。でなんかこれもいろんなメールが来るんですが、当たり前ですが、はい、弁護士、公認会計士、税理士、そして、政党の関係者、はい、全部確認して何らの問題ないことを確認してます。どうせ問題がなくても、はい、青山はこうやって、裏で儲けてるんだとかね、絶対書きますよ。でそのうち清水と青山は怪しいとかね、いやそんな書くの分かってんじゃん。もう一回言いますよ、こっから出るハイヤ ー坂上がったとこ総理官邸まで行くハイヤーで、家族旅行って書くんですよ。ここまで家族呼んで、うん、青山チャラ博士とか呼んで、青山大君とか呼んで、そこ総理官邸に家族旅行するんですか。これほど腐ってる、うん、ね、ちょっとトラハチ頑張りましょうね、はいはい、これだけね打ち合わせなく、はい、さっき音声出なかったし、ね、これも全部手作り、ね、こういう番組にみんなが来てくれる。くどいですが、青山さん、まあ、地球儀は壊れて、そして青山さんの人生は壊れちゃうかもしれませんけど、お国のために青山さん、お体はご大切になさってください。はい、お願いですから。体はね、大切にするっては持たないから、鍛えてます今、はい、あの鍛え方も限度問題ですから、ね、玄関に40キロ2つ置いて、はい、でこうやってたら意味ないんで、上げてこうゆっくり下ろすやつを、あのお写真でね、はい、拝見しました。あ、これはやったんですか。はい、拝見しました。ちゃんと今もやってます、ね、はい、あの今後鍛えて鍛えて、はい、鍛えるでいくんです。本当に青山さん、はい、改めてお疲れ様でございました。今後国会議員としての今後にも、はい、はい、ぜひご自宅トラウチ、いろんな工夫をして、はい、あの続けましょう。ぜひよろしくお願いします、はい、邁進されてください。トラウチ続けてることもけしからんっていうね、嫌がらせていただきますよ。